世紀の麻雀スーパーイベント麻雀バトルロイヤルチームチャンピオンシップ2020制作発表記者会見の時間がやってまいりました。ありがとうございます。さあ今日はその麻雀バトルロイヤルチームチャンピオンシップ2020すでに発表されている出場の6チームに選抜された全選手がここに集結し、本番1週間前ということで選手発表からの記者会見、そしてなんとエキシビジョンマッチを取り行うということです。すごい盛りだくさんですね。いやザコシ師匠ちょっと呼びにくい、ザコシさんでいいですか。ザコさんでいいですよ。ザコシさん、はい、前ともやるんですか。やります、やります。もうババコロのこともう知ってますから、私。そうなんですか。ギャンブラー自己中心は見てますから。ありがとうございます。相当便利ですよ。メンチン、メンチンですよ。メンチンしかないんですけどね。ザコシさんお好きな定額とか。僕は本当にメンチン好きですよ。え、そうなんですか。タンヤも好きですし。メンチンって言ったら最高だ。最高ですね。今日こそあなたとイーペイコーツだけやるです。今日こそあなたとイーペイコーです。マさんといえばね、マージャンガチ勢ですから。ガチ勢、いや本当に強いんですよ。色々とマージャンしかやらなくて肩が凝っちゃうんですよ。聞いてたんだよ、聞いてたの、それちょっとガチ勢だなって思ったんですけど、ね、今に選手でチームの負けは監督の負け、はい、やらないようにちょっと監督の顔に泥を塗らんように、ちょっとこの後来るチーム全員蹴散らしていきたいと思います。おお、いいですね。はい、いや、もう本当にこのロンロン、インターネットマージャンロンロンなんですけど、はい、勝ちたいんだなと思いました。勝つためだけに選んだんでしょうね。はい、私名前は与那城なんですけど、名古屋生まれ、名古屋育ち、名古屋在住ということで、まあ、せっかくなので名古屋弁で意気込みを言いたいと思います。デーラ頑張るもんで応援してほしいんだわ、うん、モンド魂見せたるでね。はい、そうですね、こんな素晴らしい大会に呼んでいただけてとても嬉しいです。こんな中でもう目指すは優勝なので、3人力を合わせてみんなやっつけるつもりで頑張りたいと思います。はい、ありがとうございました。平均年齢が一番高いチームなので、キャリアのあるね、欲しいと、いい麻雀が打てるんじゃないかなと思いますけど、はい、はい、ゆるちゃんはどうですか、このチームのメンバーを見たときどう思いました。いや、本当なんていうか面白いメンバーが集まったなと、本当性格も麻雀も全然違う3人が集まってるんで、逆にそれが面白いかなと、はい、注目してみていただきたいなと思います。ありがとうございます。全員日本プロ麻雀協会同じ団体で、とても早く、そして、まあ、戦ったりしている3人が今回チームを組みました。チームワークは抜群だと思います。よろしくお願いします。はい、ありがとうございました。麻雀ファン期待の新しい形の麻雀プログラム、麻雀バトルロイヤルチームチャンピオンシップ2020は来週11月20日水曜日16時から毎週水曜日 DTV チャンネル内モンド麻雀 TV にて生配信されます。まず最初に言いたいことがあります、はい、私のライバルは矢上優乃です。というところからの誇張しすぎたアンタッチャブルザキヤマさんのモノマネをするザコシさんのモノマネをします。誇張しすぎたアンタッチャブルザキヤマさんのモノマネをするザコシさんのモノマネ、うわ難しい、はい、難しい、いいですか、どうぞ、はい、カンちゃんを積もる。あ、よくできました。本当に長時間本日はお付き合いいただきありがとうございました。皆さんこれからぜひ始まります。麻雀バトルロイヤルチームチャンピオンシップ2020よろしくお願いします。よろしくお願いします。お疲れ様でした。ありがとうございました。日本プロ麻雀協会、犬塚ゆりです。はい、RMUの塩田美代です。
日本プロ麻雀協会の矢上優乃です。全チームぶっ潰します。